皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は小学校6年生の算数、等しい比を見つける方法についてお話しします。6対9と12対18、この2つの比の比の値をまず求めてみますね。比の値というのはこの6対9という2つ並んでいる数字の前の数字を後ろの数字で割って分数で表したもの、それを比の値と言いましたね。ですから6対9は前の6割る9、これを分数で表して9分の6、もちろん約分しますね。3で約分して下が3上が2ということで、比の値は3分の2になりました。ではもう一つ12対18も同じようにやってみます。ここではもう割り算の式は書きませんね。12対18、後ろの数が下に来て前の数が上に乗ると、これ6で約分できるので6で約分します。下は3、上が2、やはり3分の2になりました。6対9の比の値は3分の2、12対18、この比の値も3分の2でした。このように2つの比の比の値が等しい時、この2つの比、つまり6対9と12対18、これは2つの比は等しいと、このように言います。もう一度言うと、これ比の値を求めた時ね、2つの比の比の値を求めた時、その比の値が同じになったらその2つの比は等しいと、こういうふうに言うんですね。では練習で実際にこの6つ比が書いてあるんですけど、この6つの中で3対4と等しい比になるものを、これを見つけてみます。3対4の比の値はこれ4分の3ですね。これはもう約分できないのでそのままです。この比の値が4分の3になるものをこの中から探していきます。1番9対12、比の値は12分の9、約分します。3で約分しますと4と3になって4分の3、3対4と比の値同じになりましたから、1番は3対4と等しい比ということになりますね。2番10対15、同じように比の値を求めると15分の10、5で約分すると3分の2ですね。これ3分の2は4分の3と比の値違いますから、2番は3対4と等しい比ではないということになります。3番です。6対15、比の値は15分の6、3で約分して下が5上が2、5分の2ですから、これも3対4と等しい比ではありません。4番です。6対8、比の値は8分の6、2で約分すると下が4上が3、4分の3になりましたね。3対4と比の値同じになったので、6対8は3対4と等しい比ということです。5番です。4対10、比の値は10分の4、2で約分して下が5上が2、つまり5分の2ですね。比の値4分の3と5分の2違っていますから、5番の4対10は3対4と等しい比ではないということです。6番、最後ですね。15対20、比の値は20分の15です。5で約分しますね。と下が4、上が3、4分の3と比の値同じになりましたね。ですから15対20は3対4と等しい比ということになります。このように2つの比の比の値が同じとき、この2つの比は等しい、このように言います。今日はこのことについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。